い、どうもこんにちは。プロボーラーの水平です。いつもありがとうございます。今日はね、被災ボールの1番レーンをお借りしてきました。ちょっとだけウォーミングアップ投げたんですけど、非常にオイルが難しくなっていますっていうのは、オイルメンテナンスをしてからですね、結構な最近お客さんの来場頻度でね、たくさん一般の方からマイボーラーまで投げていただいております。で、今日はおそらくこのレーン、一般の方とマイボーラーの方両方投げたようなレーンコンディションになってそうなので、今日はね、もう手書きです。レトロな感じで、オイルをね、読んで、僕はこうやって投げてるんだよ、こうやって考えてるんだよ、こうやって攻め方変えてみてるんだよっていうのをやってみたいと思います。まずね、今日、被災ボールのデイリーコンディションが45フィートオイルがあります。長いんです。で、オイルは薄い。そしてちょっと下に書いておいて、はい、こんな感じでね、オイルっていうのは真ん中が長く塗ってあって、端が短く塗ってあるやつをブラシで奥まで伸ばしているというような、セッティングになっているんですけども、要はオイルを45フィートまで塗ってるのじゃなくて、各板目ごとに何枚まで、何フィートまでオイルが出てて、それをブラシで塗り広げていくという解釈です。45フィートまでベタでオイル塗っちゃうと多分誰もボール曲がりません。はい、ということでね、今日はこの10枚近辺から攻めてみて、どうやって通ったらどうなるのかというのを予測しながらポケットへ当てていく方法、僕はこうやって考えてるんだよというのを、お伝えしながら1ゲーム投げてみたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それではいきたいと思います。まずは10枚近辺を攻めてみたい。これね、ファーストレーンやったら45フィートもっと外から投げるんですけど、もうメーター回っているので、ちょっと中にあえて寄ってから投球をしていきたいと思います。でね、分かりやすいように PAP にテープが貼ってありますので、これを参考にもしていただきたいと思います。はい、じゃあ10枚を出したいので、まずはそうですね、体の中心を15枚目に持っていきましょうかね。ということで、右足のつま先が13枚目ですね。ここから10枚目、テンボード、2番スパットもかけて、まずどこ行くか分からんけど投げてみます。はい。おー、予測通りでしたね。10枚からもう削れてるだろうなというラインにめがけて、10枚から出て削れてオイルないだろうなというところからポケットへしっかり導いた感じになりました。まあ、そこがもう答えから言うと今日の当たりラインなのかも分かりません。あれをね、今度じゃあもうちょっと閉じるというか、こう出ないでまっすぐ行っちゃったとき、11枚ぐらい狙いますね。11枚ぐらい狙ってスピード入っちゃった。はい、さすが45フィートを感じるぐらいの、特にメリハリのあるボール選んでるんでね、10枚より少し中通るとやっぱりズル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 と全然フッキングの軌道が、スピードもちょっと変わったと思いますけどね、この2球の投球を比較していただくと、出た時は曲がって、うちは滑った。これね、もうすでに今オイルの段差を感じました、このたった2球で。でももうちょっとよりね、こうオイルを見極めたいと思いますので、じゃあ今度はあえて出しに行きますので、立つ位置を1枚左寄ります。14枚目右足のつま先、したがって体の中心が16枚に来ております。ここからね、思い切って出しに行きましょう。9枚とか8枚めがけて、ちょっとボールをより早く右へ出す感じ。こうやると、はい、抜けてきました。多分ですけど、まだ感覚、想像で言うてますけど、10枚から基準にジャストのライン、こういうイメージがポケットやったんですね。で、これよりもうちのオイルはまだ残ってますけど、ここはもうオイルがないんですよ。
取れてると跳ね返るんで、でここに若干のこのオイルだまりというか、オイル投げて投げてオイルを奥へ伸ばしたところがあるんじゃないかなというふうな今想像ができました。思ってるより先が向いてこなかったので、まあちょっと1枚やから天秤ターン向かい245ぐらいかなと思ったら通天やったので、ちょっと切れ感がないなというふうに感じてます。でまた逆に右へ寄ってしまうと手前のオイル削れてないんじゃないかなという想像もできそうな気配なんで、一回今度右へ寄ってみますね。右足のつま先が10枚目、体12枚目から7とか6とかあの辺を投げてみて、手前から曲がって裏の方へ行っちゃうと予想通りね。はい、あそこもうねテープも掘ってすぐにくるくるくるってなったんで、多分オイルがないんですよ。あそこはたくさん投げていただいてオイルがなくなってるけど、その曲がってしまったボールがここから曲がってしまってこっちへ行ったと。でもこのゾーンっていうのはボールが通過してないんですよね。むしろ曲げる人がこう投げてきて、ここにここにオイルがどん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 こう濃いオイル、ここの濃いオイルがここへここへどんどん寄ってくる感じがあるんですよ。で特にこれねリアクティブだったらボールがオイルを吸ってくれるので影響は少ないんですけど、ウレタンボールを投げるとウレタンボールってオイルを吸いにくいんですね。表面に残っちゃうので失礼、オイルがねどんどん付着したオイルが奥へ奥へ来るんです。これがねいわゆる今のウレタンボールとリアクティブボールの、共存といいますか、影響をもたらすところがあるとは僕は思ってます。ですのでこれはウレタンを投げた後のレーンではないんですけども、おそらくこの奥にオイルだまりが若干あるんじゃないかなというふうな想像をかきたててます。ですので、まあ、ウレタンの人が混じっているときはそれを踏まえてオイル、アジャストしていかないといけないというのもありますし、まあ、いわゆるまさしくねこれ今手前削れて奥にオイルがあったらウレタン投げた後と同じようなシチュエーションになってると思うんですね。これをちょっと中へ寄ってゆっくり投げてみるけど中から外へ奥へ出してみる、曲がらんはず、ゆっくりしましたけどね、最後の最後なんかフックしそうやなって思うところが全くしなかった。もうもろに245想像通り、下手したらノーヘッドかなというところ投げたんですけど、これがねまあいわゆる今日のテーマ、手前は削れて奥が伸びている、じゃあどうやって投げるんだよっていう話につながってくるんですね。で今のところから今ね、右足のつま先が17枚まで寄ったんですね。で打ち目13とかを絞って投げたんですけど、これあえてテンボードとか無理やり右向けます。こうやると多分手前の枯れたところに当たったんでむちゃくちゃ曲がりましたよね。立つ位置一緒でスパッと3枚2枚変えたら極端に手前から曲がったんで、やはり今のこの汚いで申し訳ない、この手前のオイルがないゾーンにボールがぶつかったから綺麗に反応したって思うんですね。これで、今日の攻めどころはだいたい10枚12枚ぐらいからどういうふうに自分が右へ向けるか、もしくは、絞ったら多分ピンが飛ばないのでやっぱり右向けて帰ってきて跳ね返す、そしたらピンが倒れるっていう風に考えられると思うようになりました自分が。で今はたまたまストライクやったんでもう大体感覚はつかめたんですけど、やっぱり僕ならばスパットでのところでまだ残っているオイルを使ってもう削れたところへいわゆるぶつける右へ、僕の中での、まあ、開くということは使いますけど、オイルのないところへ削れたところへぶつけに行く、こういう感じにすると簡単にボールが曲がってきます。ただ注意点はあれ打ちミスしたらとんでもなく滑っていくので、抜けてて天秤タップとか、下手したら245先の245みたいになってくるというふうに感じます。
なかなかこれ理解難しいんですけどね。今の17枚に立ってですね、中もう一回中掘ってみましょうか。さっき10枚ぐらい通ったらむちゃむちゃ甘かったんで、ちょっと立つ位置変えないでスパッとだけ中向けますよ。12とか13目かけて絞って投げると15通っちゃった。はい14ぐらいかな。今ちょっと落ちたところで変化しましたよね。ちょっと高め極端にやりすぎましたけど、立つ位置変えてないのにスパッと変わったらあんなに滑っていくんですっていう。でしかもスピード感も滑ってるからビュンビュンね、失速せずに当たっちゃいました。だからあの辺にいいところはある。はい、てか出したら返ってくるレーンなんで難しいとは思ってないんですよ。ただ出し方にイメージがあるんで、1枚左寄ります。18枚からさっき真ん中行ったとこやから展望の付近見かけて手前からしっかり出してやる。こうやってやってやると、うわあスピード入った。ちょっと止まらんと今のこそあっていうのが、1枚寄って右出すとこの削れたとこを突っ切ってオイルだまりに当たってしまった。たった立つ位置1枚出すとしただけでこんなにシュンっていってここの帰りがなくなってしまう。ってことはそこはやっぱり今ね、その普段クリーニングして切れてるべきところがオイルが伸びていっているというふうに僕は今判断しましたので、もう1枚18枚からもう1回もっと早く右へ、今奥の方でボール出ちゃったんでもっと手前から出す、もう9枚ぐらいめがけて投げたい。ああ打ちミスや、打ちミスしたけどセーフ。はいむちゃくちゃ打ちミスしましたよ。はい耐えました。ということで、まあ、今の狙ったところに打ち通ってもポケットエクレーンにはなっているというふうなことには感じましたね。まあ、やっぱりスポーツコンディションというよりはやっぱハウスコンディションやなというふうにちょっと感じますね。今の失投はちょっと一気に汗が出るぐらい恥ずかしかったんですけど、もう一回こういう感じに投げたかった本当はね。わーやりすぎたはいまさかの失投の方がストライクになって、思い通り投げたら終わる、真ん中行くというね。はい、まあでも今の一投もまあポジティブに言うと明らかにここにオイルがなかったのが目に見えました。これ一番ね、この出して優しそうなレーンなのにひょっとしたら幅を感じれないレーンなのかも。こうまっすぐ投げてる方がポケットには簡単に行くんですけど、出したい、やっぱり出しを戻したいですよね。かっこいいですもんね。そういう時にはちょっと幅をこのボールではですよ、このボールでは感じにくいのかもわかりません。じゃあ最後ね、さっきの失投した10人ぐらい目がけて綺麗に行けば終わりたいかなと思います。集中、こういう感じのとこから、あー薄いか、さっきのな、何やったやろ、さっきの何やったでしょやってしまいました。いや今自分の中で思うとこ通ったからええやろうと思ったんやけど、読めてないですね、プロボーラーなのに全然オイルが読めてないですね。はいもう一回、悔しい。もうちょい外なんか、集中、これぐらいですか。はい、よし、あれぐらいしといてもらいましょう。はい、ということでね、今日のオイル難しかった、簡単やと思ったんですけど答えから言うと最後むっちゃ難しい感じました。奥で出たら戻らんし、手前出すぎたら戻りすぎるしっていうレーンでしたので、ひょっとしたらこのボールはね違うボールで対応できたかもわかりませんけど、今日はねとびっきり敏感なボールをあえてチョイスして、オイルのあるとこないとこを見ていただきました。ちょっとね皆さんもこの見えないオイルが可視化されたのではないかなと思いますのでね、この経験、僕も無駄にしませんし、皆さんもぜひ、身につけていただきたいと思います。はい、ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。